い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はこのアリスクローゼットというゲームをやっていきたいと思います。めっちゃ絵可愛くない？やばいよねめっちゃ絵可愛いよね。その日は青空が眩しい。ちなみにこれは絵を見ただけでわかる人もおるかもしれんねんけど、目をしっかりと開けていなければ種村有奈さんが絵を描いてるゲームです。柔らかい日差しを浴びるのどかな街の一角に種村有奈さん、海風怪盗ジャンヌとかフルムーンを探してとか描いてる人ね。ちなみに私は新四同盟クロスが好きです聞いてないって。こんなところに花屋が。この花たち随分と育ちがいいような。切り揃えられた春らしい淡い色の花に目を引かれて思わず足を止める。このゲームね、無料のアプリですごい評価が高かったんやけど、着せ替えゲーム、女の子とかがよくやる着せ替え系のゲームで、ちゃんと一応ストーリーがあるっぽいです。花たちは形も色も全てが整っていて鮮やかで、ことさら美しく咲いている。でも種村有奈さんの絵で着せ替えゲームできたらめっちゃ楽しいよね、確実に。こんにちは、プレゼントですか？一応なんか有料の部分もあるらしいんやけど、でも無料だけでもめっちゃなんかガチャの引きがいいっていうのをレビューで見たけん、おーってなったあ、違ったならごめんなさい。熱心に花を見てるからお客さんかと思ってつい僕ったら恥ずかしいな。なんかこういうさ、男、若い男の人が花屋で働きよるのとかってよく少女漫画であるけど、私見たことないんやけど。僕はここの店主の宇佐美四季と申します。はじめまして。だいたい男の人おったとしておじさんとかなんやけどなんか店長さんとか。花すごく綺麗ですね。そう言ってもらえると嬉しいです。みんなたくさん愛情をかけて育てたから。なんか周りにめっちゃオーラが。花たちってね、ぽやぽやと。たくさん愛情をかければその分愛情で応えてくれるんです。愛情をかけただけ綺麗に力強くなっていく。でも植物って育てるのに話しかけよったら本当にわかるっていうよね。なんか成長が良くなるみたいな。なんか言葉にするとありふれてますけどね。そんなことないですよ、気持ちが伝わってきました。よかったらぜひゆっくり見てってください。その方が花たちも喜ぶだろうし。私は店員さんに話しかけられるのがすごく嫌ですなんだろう、じっくりと見たいです。ごめんなさい、見てきます。どうぞごゆっくり。って、うわー、なになになに、溶けた？え、今持っとった花どうなったん？ぐしゃぐしゃじゃない、大丈夫？転んじゃった、そっかしい人だな。それにしてもこんな素敵な、ん？こんな素敵な店が近くにあったなんて。ん？これ店の中？なんか花全然ないけど。ふと店内を見回すと何かがキラリと光るのが目に入った。何か光った。近づいてみると、それは普段目にするものよりも随分と大きな三つの種のように見えた。私の目には全く種には見えないんだけども、なんか宝石のように見えるよ。あれ種なの？綺麗すぎん？種と呼ぶにはあまりに大きく、そして美しい。キラキラと光る宝石のようにも見える。宝石のようにしか見えないです。一体これは何だろう。あれ、お客さん？ん？何？入っちゃダメだったの？あ、それは売り物じゃないんです、ごめんなさい。ただの植物の種なので。綺麗な花でしたらもっとこちらの。絶対ただのじゃないやん、超綺麗な花咲くと思うよあれ。え、これ種なんですか？こんなにキラキラ輝いているのに。え、さっきのは自分で種って思ったんじゃないの？違うの？え、まさか君、その種が輝いて見えるのかい？なに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 、普通の人には普通の種にしか見えんってこと？ねえ、どれか一つ手に取ってみてくれない？お、これはもしかしてポケモンみたいな感じで三つのうちから一つ選ぶんやね。なんか種の色と一緒や。
え、あの種から女の子が育つ？そういう感じ？暖かで優しい印象の薄桃色の種。種って言われてもね。清楚で爽やかな印象の青色の種。今ね、種と同じ色やなって思ったんやけどね、この三人。優しくうららかな印象の黄色の種。どうしよう、こういうの迷うよね、めっちゃ迷うよね。私ピンクが好きなんやけどさ。どうしよう、清楚。優しい、優しい、清楚。優しい、優しい二つ。うららか、うららか。うららか、爽やか。暖か。どうしよう。ピンクで行こう。アリスを見る。この花人形、かっこアリスでいいですか。あ、こういう感じで見れるんや。ちょっと待って。じゃ、他のも、もっとアップというか、全体像を見たい。なんかクール系って感じがするよね、なんか。この子は。ちょ、待って。もう一人は？え、超可愛いんです。ちょっと待って。ちょ、待って。一番最初の子どんなんやった？私、黄色の子にする、髪型が好き。え、この髪型めっちゃ可愛いやん。この子にする。はい。このアリスにします。その種に触れると、柔らかく、うららかな暖かい日差しに包まれた気がした。この子を育てていくってこと？その優しく微笑んだ目の先に、ハラハラと、可愛らしい花びらが舞い落ちてきた。もうこれから着せ替えていくのね。めっちゃワクワクするやん。お？何？すごい光だったけど何が起こったんだろう。ちっちゃ。思ったよりちっちゃかった。子供？この子は一体？アリスを目覚めさせちゃった。私のセリフじゃねえ。ということは、もしかして君？表情はめっちゃ怒ってますけど。ここで選ばれた人に巡り会えるなんて。何に選ばれたの私。何がなんだか。いや、本当にこれは特別なことで。もうちょっとなんかモデル体型のスラッとした大人の女性かと思ったよ。この光、ワンダーランドへのゲートが開こうとしてるのか。何言ってるのかちょっとよくわからない。君、とりあえず説明は後だ。とにかくアリスと手をつないで。ほう。ないなんか割れたよ。再び体全体が眩しい光に包まれ、とっさに目を閉じた。なんか謎の世界に掘り出される。巻き起こる風、そして何かに引き込まれるような感覚。その先にあるものは、僕はきっと、びっくりした、なんかと思った、ずっと前から君に出会いたかったんだ。誰ですか？花屋さん？やっぱりあれ、なんかアリスっていうだけあって不思議の国のアリスっぽい感じなんかな、設定的には。ウサギやし、あれはウサギ。サラサラと歯が風にそよぐ音で目が覚めた。目を開くとそこは現代とは全く違う場所のようだった。ここどこだろう。急にナレーションの声がなくなった。うわっ、あ、この子、あの光る樽に触れたらこの子が現れたんだっけ。夢じゃなかったんだ。すごい。おお。さっきの。ここはもしかして。もしかしてなんだ、わからねえ。僕はワンダーランドに帰ってきたんだ。あ、ここに帰るために、あ、ここで働きよったん。あ、こう人を待ちながら、選ばれし者。あ、ごめん。突然大きな声出して、興奮のあまりつい。コスプレの衣装に着替えたの？まあ、そう思うよね。コスプレ？ああ、この服か。いや、この服は僕の清掃で。すごい不審がられてる。待って、順応ってちゃんと説明するから。改めて、僕の名前はシキ。ここは僕がもともといた世界、ワンダーランドって言うんだ。ねえ。君の名前は？名前はいつでも変更できる。まあ、とりあえず、ちょ待って。なんて打ちたいんだ、私は。
はい。あゆなで。ごめんね。突然こんなこと言い出してごめんね。実は僕はもともとこっちの世界の人間なんだ。それがある日突然別世界、つまり君のいた世界に飛ばされた。そしてこのワンダーランドに帰ってくる方法をずっと探していたんだ。ふわーい。でもまさかワンダーランドに戻ってこれるなんて。ありがとう。君とそのアリスのおかげだね。あのお店の店長さんだったの、この人は。じゃなかったら急に従業員消えたことになるよね。ある日急に欠勤。アリスって？うん。その子はアリス。この世界にそびえ立つマザーツリーの種から生まれた人形なんだ。人形？とりあえず詳しい話はお茶でも飲みながら。そうだ。で、ここはもう僕の店じゃないんだった。僕の店って言われけん、そうやね。じゃあもし常連のお客さんとかがおったとしたら急にお店はなくなるわけだね。元の世界に帰りたいんだけど。ごめん。僕もどうやって自分が別世界に行ったのかわからないんだ。本当にごめん。突然のことはいえ、こうして君を巻き込んでしまった。本当にごめん。でも。君がアリスを目覚めさせたことで、ここへにゲートが開いたんだ。ってことは。君が元の世界に戻る鍵もアリスが握っているのかもしれない。かもしれない。ねえ。ふわっと。僕をこの世界に戻してくれたのは君だ。だから今度は僕が君を助ける番だ。で、またこっちの世界に来るんやろ、こいつ。僕に任せて。必ず何とかするから僕を信じてほしい。永遠に繰り返しそう。君。それに君には特別な力があるんだ。特別な力？うん。そう、君が目覚めさせたのはオリジナルアリスといって、アリスの中でもすごく貴重な種類なんだ。何言ってるかわからないんだけど。それを目覚めさせた君には絶対に特別な力がある。僕が保証する。大丈夫。だからきっと、君は元の世界に戻れる。本当にそう思ってるよ。戻れるならいいんだけど。え？嘘。四季？四季なの？ちょっと。やだ、あんた四季じゃないの。四季よね。やあ。セイラン、久しぶりだね。もう！とぼけたこと言ってんじゃないわよ。ほんとどこ行ってたのよ、あなた。なんか、あれやね。見た目めっちゃ可愛いし、女言葉なんやけど、多分男の人？僕ね、今まで君の知らない別世界に行ってたんだ。めっちゃ可愛いけど、あの人。別世界？チキ、あんたまさかどっか悪いの？頭とか。頭？普通だよ。そう。まあ確かにいつもの式って感じだけど。まったく。って、そうじゃなくて、私本当にあんたのこと心配してたのよ。なんか君のその僕に過保護な感じ、ここに帰ってきたって感じするな。もう！話をそらさないで。ところで。ちょっと式、そこにいるのは誰よ。ここに帰ってくる代わりに変なの拾ってきたんじゃないでしょうね。変なの。一応人だけど。この人はね、僕と一緒に別世界から来た人なんだ。名前はアユナくん。なんですって？ちょっと何をそれ、どういうこと？怪しすぎるわ。あんた。人がいいからすぐわけわかんないのに引っかかるのよ。いや。変なのじゃないよ。本当にすごい人なんだから。僕をワンダーランドに返してくれた恩人でもあるんだ。四季の恩人ね。服もかわいい、めっちゃ。よくわかんないけど、あんたが四季をここに連れてきてくれたってわけ？ありがとう。それなら、私からも礼を言うわ。綺麗な人だな。声については何も触れないの。紹介するよ。彼の名前はセイラン。一流の職人なんだ。彼？男の人？声で判断できないかい？何を失礼ね。容姿の美貌、ん？美醜と恋愛に男も女も、他も関係ないでしょ？ありがとう。ちゃんとなんか手は男の人の手って感じやね。ま、式に褒めてもらったのは気分いいけど。いいね、その拡散感じ。っていうか呆れた。あんた本当にそんなんで、アリスオーナーなの？アリスオーナー。あんたの連れてるアリス、全然元気ないじゃない。マナが弱ってんじゃないの？まるで生まれてての小鹿みたいよ。マナって何のこと？まったく。マナも知らないでオーナーやってるわけ？本当に信じられない。私に向かって言ってるの、これ。とりあえず、あんたのアリスを着替えさせるのが先ね。仕方ないわね。服は私がプレゼントしてあげるわ。アリスを可愛くしてらっしゃい。ガチャでいろいろな衣装を手に入れることができるの。ん？あ、ここか、ガチャ。早速ガチャで衣装を入手してみましょう。これはダイヤを使うんだけど、今回は私のおごりよ。ありがとう！ 600？ 600 個必要なの？今ゼロなのに。
階。はい。普段は1階何個なんやろ。これはみんな一緒かな。獲得シープドリームドレス。獲得した衣装を選択したアリスを着せ替えてみましょう。実際に着てもらわんと可愛いんかどうかがよくわからんねーけど。でも星4なんやね。はい、保存する。着替えた。今この子なんだか嬉しそう。あんた、あら、ただのヘッポコーナーかと思ったら、あんたやるじゃん。アリスのことちゃんと見てるのね。いいオーナーの素質は持っていそうね。ね、僕が言った通りでしょ。やっぱり君にはアリスオーナーの素質があると思うよ。そうね。それは認めてあげてもいいわ。ね、服変わった？何も変わってなくない？ねえ。とにかく、アリスにとって今みたいに着せ替えは絶対に外せないものよ。着せ替えを送ったらマナの巡りが鈍くなってしまうの。どういうことですか？つまり。そうね。マナっていうのはつまり、人間の血液と同じなのよ。アリスは愛情を注いで着飾ったりすることで、マナが巡り、美しく輝く、そういうものなのよ。詳しいんですね。あんた。あんたね。ここで生きてる以上、こんなことは常識中の常識でしょうが。別世界から来たと言ってるじゃねえか。まったく。四季は何考えてこんなのと一緒にいるのよ。どうしてなの？あたしというものがありながら。いやー、面目ない。でも説明してくれて助かるよ、セイラン。ありがとう。仕方ないわね。ねえねえ。それと常識ついでに言うなら、アリスオーナーなら、フロージーのことはわかるかしら。うん、知らない。私に任せなさい。その顔は知らなそうね。もうこの際だから説明してあげる。あんたが知らないと、あんたのアリスがかわいそうだもの。つまり、クロージーっていうのは、オーナー同士でどちらのアリスが美しいかを競うスポーツよ。スポーツなのそれ。まずはテーマを決めて、テーマに合う中で自分のアリスが一番美しく輝く衣装を着せ替えてあげるの。クロージーはアリスのマナとも深い関わりがあるんだけど。クロージーしましょう。ま、いいわ。試しに私とクロージーしてみましょうよ。え？いきなりセイランとやるのかい？いいじゃない。減るもんじゃないんだし。あんた、アリスミラーも持ってないわよね。これあげるわ。手帳？鏡なの？何に使うんですか、これ。アリスの着せ替えに使ったり、クロージーの祭典に使ったり、私たちにとって必要不可欠な魔法のアイテムよ。なんかあのアリスめっちゃ目死んでない？それに遠くの人と話すのに使えたり。ま、持ってて損はないと思うわ。鏡っていうよりスマホ的な感じ？ありがとうございます。そうね。じゃあコーデテーマはフリルがキュートなコーデにしましょう。今のしか持ってないやん、私。セイランのアリス、マーガレット。私のアリスはマーガレットっていう名前なの。今初めて知ったけど。あんたのアリスは左、相手のアリスは右に表示されるわ。クロージーはトータルスコアが高い方が勝ちになるのよ。これはもう着替えたんかな。圧倒的やん。衣装には10種のスタイルがあるわ。クロージーではそのうち5種のスタイルで採点されるの。クロージーの採点対象になるスタイルがあるから、それに合った衣装を選んだ方がいいわね。スタイルごとに採点されて、トータルスコアに加算されていくわ。ゴージャスは向こうの方があると思うけど。アクティブはこっちかな、確かに。キュート。両方じゃないかな。ファンシーはあっちじゃない？クール。どっちもクールじゃない気がするけど。ねえ、あっちの子、目に光が宿ってないよね。なんか買ったけど。何？どこをタップすればいいの？ああ、びっくりした。すごい！わあ、どっちのアリスもすごく可愛かったね。なんか嬉しそう。表情は変わらないの。アリスがすごく喜んでる。ちょっとね、簡単でしょ。それはそうと、あんたのアリス、マナがとても強いわね。シキ、もしかしてこの子が持ってるアリスって？うん。そうさ、セイラン。このアリスはね、特別なんだ。このアリスこそ、唯一無二のマザーツリーから生み出される貴重な種。その中でも選ばれた人だけを目覚めさせることができる。オリジナルアリス。すごいじゃない。あんた、それならそうと早く言いなさいよね。オリジナルなんて都市伝説みたいなもんかと思ったけど、本当に存在するのね。なるほどね。それならシキがあんたに興味を持つのもわかる。私もオリジナルアリスをこの目で見るのは初めてもの。ということは今日は記念すべきアリスの誕生日ね。
私に任せなさい。あんたがこの子をどうやって育てていくのか楽しみだわ。これから何かあったら私に聞いてらっしゃい。ねえね。名前もアユナよね。そういえばあんたの誕生日は？なんか関係あるん？イベントがあるんかな？6月4日。オッケー。わかったわ。よし、登録できた。誕生日には連絡してあげるからね。プレゼントくれるとか？あと、お近づきの印に私からこの子に靴をプレゼントしてあげる。確か今持ってる商品の中にちょうどいいものが。あ、服だけじゃないんやね。まあいろいろなんか項目あったもんね。バイオレットフィズシューズ。かわいい。かわいいじゃない。あら、ぴったりじゃない。さすが私ね。ありがとう。アリスも嬉しそうですね。アリスが嬉しそうにしてるなんて。やっぱりオリジナルアリスって特別なのね。大切にするなよ。あ、やっぱり、あれなんや。他の人のアリスは、感情とかもないってこと。セーラン、僕からも改めてお礼を言わせて。本当にありがとう。いいね。おかえり楽しかったわ。ってやだ、こんな時間じゃないの。私これから用事があんのよ。せっかく式に再会できたっていうのに。やっぱり大げさだな、君は。まったく。大げさじゃないってば。式、あんた今度はどこにも行くんじゃないわよ。今度またゆっくりじっくり、いなかった間の話を聞かせてもらうんだから。セーラン、また会える？もちろんよ。あと私のお店にも来てちょうだい。いいわね。多分服屋さんとかなんやろうな。もう本当に急いで行かなきゃ。じゃあね、会えてよかったわ。セーランってなんか嵐みたいな人でしょ。でも僕は彼のそういうところにたくさん助けられてるんだ。あ？そうだ、僕も君と連絡を取れるようにしておきたいな。なるべく一緒にいるつもりだけど、離れ離れになった時困らないようにね。一緒にいなくていいよ。では改めまして。僕に任せて。必ず君は元の世界に戻してみせるから、それまでよろしくね。てかどこに住むんやろ。こちらこそよろしく。うん。さ、とりあえず何か行動しなきゃ始まらないね。よし。とりあえずこの国、ハートランド王国で最も人が集まる場所。僕に任せて。城下町に繰り出して情報収集をしてみよう。何？電話かかってきた。もしもし。セーランよ。連絡してあげたわよ。それだっけ？それだっけ？ちょっとびっくりしたんやけど。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか結構お金もあるみたいなんやけど、お金はお金で買える服とかあったりせんのかな？あってほしいよね、なんか。